はい、皆さんこんばんは、ABC 語学園です。近々のお話をさせていただくとですね、もう完璧にですね、内容がわかりました。とりあえず工事が行われます。その日はですね、ABC 語学園は休業という形にせざるを得ない状態となりましたので、皆様に、普通にね、ツイートをしますので、そちらの方をぜひリツイート、皆さんちょっとね、拡散していただければなと思います。で、この出っ張りなんですけども、どうなるかは、向こうの工事が進んでみないとわからないそうです。で、これがですね、向こうの所有物といいますか、建物の一部だった場合はこれがなくなります。とりあえずですね、うちは、その壁の工事、まああそこですね、失敗された工事。まあこの壁の向こうはですね、コンクリートになってます。まあここもですね。でですね、もう確実に取り壊しが決定になっております。はい。まあ、あのね、勘のいい人ならわかると思うんですけども、このビルの建物自体、壁がなくなる。そんな感じな、ABC 語学園本店になっております。さあ、それがですね、数日後、結果が出ますので、皆様お楽しみにしていただければなと思います。そして、皆さんにですね、ちょっと協力してほしいことがあるんですが、ツイートにもしたんですけども、まあ何日からまあその時間帯、閉店時間ぐらいまで手伝ってほしいことと、その次の日、の、またまあ、16時以降、18時以降からですね、また手伝ってほしいことがありますので、お時間がある方はですね、ぜひちょっと ABC 語学園の本店でお手伝いをしていただければなと思います。まあ、詳しい内容はツイートしますので、そちらをお待ちください。バイバイ。